もどうも、岡村ちゃんです。さあ、今回のテーマ、癖になる韓国料理。私がご紹介したいのはサムギョプサルでございますね。まあ、韓国風の焼肉ですって言ってもいいのかな。まあ、日本とは違って豚肉でやりますけど、まあ、美味しいですよね。なぜでも奥村がサムギョプサルを紹介したいのかと言いますと、まあ、実はね、サムギョプサル出してるお店がね、邑南町にあったんですよ。これね、邑南町のブランド豚石見ポークを使ったサムギョプサル、これがめちゃめちゃうまかった。ただね、残念なことに今そのレストランの、まあ、施設に入ってるんですけれども、その施設がですね、まあ、コロナ禍の影響もありまして、もうちょっと前、だいぶ前かなぐらいからもうちょっと当面で、ね、休業してるんですよ。まあ、それに伴ってそのレストランも休業してるって、まあ、紹介できない、なおかつ食べれない、じゃあどうしようか、作りましょうということで、今回ね、私、作ろうかなと思います。で、まあ、ただただ作るだけじゃなくてですね、ちょっと奥村アレンジを加えていきたいなというふうに思ってます。新たな邑南町のサムギョプサルご紹介したいと思います。材料こちらでございます。やはりまずは、もちろん石見ポーク、そして、まあ、これも野菜邑南町産のサニーレタス、そしてこれもシイタケで、これをね、増田の輪で、ね、実はちょっとわさびが有名でございます。あ、島根の葉わさび、これもちょっと入れてみようかなというふうに思っております。そして決め手はやはり邑南の宝、食べる醤油でございますね。こちらもちょっと入れてみて、でそして最後に柿崎醤油店さんの焼肉のタレ、これをつけて食べてみようかなというふうに思ってます。それでは早速調理スタート。でもいただきます。うん、うまっ。これちょっと中食べてもらおうかな。うまっ。ということで、食の学校のマネージャー川久保さんをちょっとうまくて、はい、誰かに食べていただきたかったんで、ちょっと食べてみてください。嬉しいな。ちょっとお願いします。食べてください。ちょっと。はい。はい。じゃあ。重いんですよ。はい。はい。じゃあいただきます。はい。はい。どうやって食べればいいんですか？もうこれもう全部乗せてください。はい。もう葉っぱとわさびも、わさびなんですけど。じゃあまず葉っぱから。はいはいはい。はい、じゃあちょっと失礼して。じゃあ、石見ポークの。ポークポークでいきますね。ポークポーク。ポークで。いや、合うんですよ、別にこれ。ポークポークおかしいと思う。合うんですよ、これ。はい。じゃあポークポーク、はい、じゃこれを包んで完成。はい、ちょっとぜひ食べてみてください。はい、食べてみます。楽しみだね、なんかすごい、美味しそう。はい、じゃあいただきます。
ジューシー、すごい美味しいね、うん、このラムポークの脂、うん、この甘い感じがじわーっと出てきて、はい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 、はい、やっぱりこのラムポークね、脂が美味しいって言うけど、すごい甘い旨味がお口に広がります。広がりますよね、うん、で、はい、ポークポークこのオーナーだから、はい、うん、オーナーの宝まだすごいよく合う、そう、うん、ね、うん、おいしい。皆さん今度からやってください、うん、女の宝乗せてください、うん、めちゃめちゃうまいんで、これいくらでも食べられるねえ、うん、めちゃめちゃうまい。甘みが、うん、豚の甘みとこの岩見ポークの女の宝の甘みがすごいいい。そうなんですよ、うん、これだからね、やっぱ岩見ポークってやっぱこれやってみて思いましたけど、うん、やっぱサムギョプサル、まあ、他の料理も合いますけどめちゃめちゃ合うなと思ったんで、うん、ぜひね、またね、オーナンチョでやってほしいですよね、あそこ。やってほしいな、みたいな。ねえ、うん、ちょっとやってほしい、うん、わー、ほんまに。さすがやっぱり、なんと。おいしい。おいしい。完璧です、はい。おいしいです。食べちゃう。はい。ということで、今回、岩見ポークのサムギョプサル、作りました。ぜひね、豚肉、岩見ポークももちろんですけれども、上にオーナンの宝を、しっかり載せてください。ごめんなさいね。リアルさせていただいてね。はい、ありがとうございます。韓国料理にも合うということで。ということでまたお会いしましょう。バイバイ。